お答え、クソ GG が交代する質問コーナーです。質問です。これから EDM ミュージックは流行ると思いますか結論。わ <laughs> かりません <laughs>。まず流行るっていうことなんですけども、90年代とかだと、インターネットがなかったから、結局テレビで流れるコンテンツなんてのはもう、特に音楽のコンテンツなんて、ほんの一握りでしかなかったわけなんですよね。テレビで流れた、要はだからメジャーデビューして、その中でも一握りの人たちだけがテレビで流れていたりとか、CM が流れてたりとか、したっていう部分があるんで、みんな同じものを 聞いててその中でしかか選べなかっただからある程度みんながこう集まるものってのがあったんですけどもインターネットになって YouTube になってからってのはもうみんなバラバラに好きなことを聞くようになってしまったんでだからその、えー「老いも若きももう男も女も」みたいなので誰でも知ってる。 っていうのはもうマイケル・ジャクションが最後かなと僕は思ってるんですよねもう二度と現れないかなと思うんでその EDM ミュージックっていうのもだから流行るっていうこと自体が何て言うのかな昔と全然意味が違ってるっていうか流行るっていうよりはまあ結局はその好きなことをやり続けてあとはそれ以外の部分でうまくやれば食えるしっていう風な話だから要はその何が流行るかを予想してそれでやるって ってなると、それはそのバッドコミュニケーションより前のビーズの状態なんですよね。結局、これが今受けるだろうってってやってたら売れなかったのに、それを全部度外視して、やりたいように好きなことだけをやったら、そうすると売れたっていう風な、その教訓からするとですね、これが流行ると思いますかまあ、この方をディスるみたいな形になってしまうんで、ちょっととても心苦しいんですけども、まあ、そういう風な考え方の人ってすごく多いと思うし、これから何が流行るんですかねとかってみんな言うんですけども、誰にもわかりません、そんなことは。ななんで好きなことを oh 信じてやるしかないんですよ。もう本当に。で、それしか売れる方法ないんで。だから、マーケティングして、これが売れると思って、これが売れましたってことは絶対ないんで。えー、やるだけ無駄です。だから、考えるだけ無駄です。<laughs> これが流行ること。だから、EDM が流行る。だから、嫌いなのかなこの人。流行り流行って欲しくないのかなそれとも、好きだから流行ると思いますかって言ってんのかなだから、好きだったらやり続ければいいし。ただ、だから、今までの EDM をそのままやっても、もうダメなんですよね。だから、それの次の形の EDM。 だからおそらく EDM って名前じゃなくなるはずなんですよそれを自分で作るっていうその姿勢はものすごく大事ですあ突然いい話ができたクソじじいでしたはい切り張りよろしくお願いします